皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は生存者と殺人鬼に分かれて鬼ごっこをするホラーゲーム、デッドバイデイライトの殺人鬼側をプレイさせていただきたいと思います。久々のデッドバイデイライト実況ですな。それで今回使う殺人鬼は？今回使用する殺人鬼は、ホラー映画ハロウィンシリーズに登場するブギーマンことマイケル・マイヤーズ。その殺人鬼って確か DLC だよね？うん、実はついさっき購入したばかりなんだ。なんで今更？殺人鬼ほとんどプレイしないし別に DLC いらないかなと思ってたんだけど、元ネタの映画見たら急に欲しくなっちゃって。つまりこれがマイケル先輩のオリジンってわけですな。購入したばかりだからパークもほとんど揃ってないけど頑張っていきたいと思います。それでこの殺人鬼にはどんな能力があるの？何やら生存者を凝視することで力が溜まって、そのレベルが上がるごとに強くなるみたい。通常では生存者を2回攻撃しないとダウンさせられないんだけど、これがレベルマックスの状態だと一撃でダウンさせられるのよ。それは強いわね。あそこの発電機誰かいじってたな。そういえばこのゲームってどんなルールだったっけ？簡単に説明すると4人のサバイバーが1人の殺人鬼から逃げ回るオンライン対戦ゲームだね。サバイバーの目的は発電機を5つ修理し、電源を回復して脱出ゲートを開けそこから逃げること。殺人鬼は1人でも多くサバイバーをやっつけること。以上です。説明ありがとうございます。ではサバイバー狩りやっていきましょうか。ゲーム開始から少し時間が経過しましたが未だに誰一人見つけられていませんね。普段殺人鬼やらないからキラー視点慣れてないのよ。このままだと発電機修理されちゃうぞー。あ、一人おった？今やってるのがさっき言ってた凝視ってやつ？そうそう、これで左側にあるゲージが溜まっていくのよ。サバイバーもこちらの存在に気づいたようですね。ゲージ溜めさせてくれてありがとう。ゲージ溜められたらサバイバーが不利になるのに何のんきにしゃがんでるんだ。もしかしたらあのサバイバー初心者なのかもねー。ちょっと挨拶しに行こう。下に降りたわね。あれ、もうこれ以上凝視できないっぽいわね。さあお逃げなさい。ロッカーの中に入った。もうどこにも逃げ場はありませんよ。入ってるのはわかってるんだぞ。あれ、やっつけないの？なんかかわいそうだから今回は見逃してあげよう。それに彼女もこのブギーマンと同じくホラー映画ハロウィンに登場するキャラだからね。あ、そうなんだ。みーっけ。このままレベルマックスまで持っていこう。よっしゃー、ワンパンモードになった。強い。このままもう一人のサバイバーもダウンさせちゃうぞー。どこ行った？いた。え、どこ？ほら、板の周りをちょこまかしてる。やっちゃうぞー。板倒すの間に合いませんでしたね。残念でした。それでは肉フックに吊るしに行きますか。あー、逃げられた。決死の一撃っていうパークの効果で一度だけ殺人鬼から今みたいに逃げられるんだ。せっかく捕まえたのに逃がしちゃったね。ゲームはまだ始まったばかり。これからですよ。これから。確かダウンさせたサバイバーは肉かけフックに吊るさないといけないんだっけ。そうそう、ダウンさせフックに吊るしを何度か繰り返すことでサバイバーは焦点、つまり死ぬのです。さっきの人だ。今度は逃がしませんよ。しかしこの間にも発電機は他のサバイバーの手によって着実に修理されている。もう発電機残り3つか、早くあの人をやらないと。霊夢選手、余裕がなくなってきましたねー。あの人なかなかやり手だな。名前に YouTube って入ってるしゲーム実況者なのかも。ほほう、実況者同士の戦いとなれば私も負けるわけにはいきませんな。果たして霊夢はあの人を葬ることができるのか。よし、そろそろいけそうだ。でや？ついにやったー。今度こそ肉かけフックに吊るさせていただきますよ。近くにあるね。よっこらセット。よし、次のサバイバーを狩りに行くわよ。でも今吊るしたサバイバー救出されたらまた追いかけっこしないといけないんでしょ？うん。それならあのサバイバーの近くで他のサバイバーが救出に来るのを待ってればよくない？そういう戦術もありっちゃありなんだけど、それだとサバイバー側も面白くないし、こちらとしてもゲームポイントがしょっぱくなっちゃうからね。なるほどね。また一人発見したで。なんか指差ししてたわね。何かを伝えたいのかな？着実にゲージが溜まってますよ。とりあえず、狩るか。さっき見逃したロッカー女子だ。しかし私の狙いはあの男。
なんかうまそうな雰囲気が漂ってますね。全身血まみれ衣装だし初心者でないことは確かだね。ワンパンモード発動した。手強そうな相手はさっさとワンパンで始末したい。この人ライト持ってる。ふむ、なかなか厄介な相手ですな。早くしないとワンパンモード終わっちゃうよ。わかってるって。確実に板を減らして逃げ場をなくす。攻撃をかわされた。やりますねー。しかし二度目はないよ。肉かけフックのお時間です。ちゃちゃっと吊るして次のサバイバーを借りに行こう。今回も近くにフックがあるね。助かるわー。よっこら小一。他のサバイバーはどこにいるのかな。あの発電機を確認してみよう。いた。ち、すかしたか。そこにいるのはわかってますよ。お見事。発電機を蹴ってから吊るしましょうか。この人は肉復発だね。そうだね。またしても近くにフック。一丁上がり。さっき吊るしたライトマン救出されたみたい。借りに行くべ。おまけに全回復したね。いたいた。ライトマンだ。また指差ししてたけど何を伝えたいんだ。かかってこいよってことかな。それなら手加減はしませんよ。さあどこまで逃げられるのか。ライト持ちは早めに始末しておいた方が後々面倒なことにならなくて済む。ライトカチカチしとる。殺人鬼に攻撃されると興奮する性癖なのかな。あのカチカチは絶叫を意味していたのでしょうか。そうでしょうね。ライト攻撃きた。うわあ雨だー。なんてね、見えなくても大体の位置はわかるのです。これでこの人を肉かけフックに吊るすの2回目だね。ですな。通常これプラスもう1回吊るしたらこの人は昇天するね。それでは次の追いかけっこも楽しみにお待ちしております。ではまた後で会いましょう。あと吊るしてないのはあのロッカー女子だけだね。どこにいるんだろう。いた。やっと再会できたねローリー。手招きしとる。今回は見逃しませんよ。板もだいぶ少ないし相当奥へは逃げられないでしょうね。そっちに逃げたら仲間が救出しづらくなってしまいますぞ。お、あのライトマン救出されましたよ。ロッカー娘かライトマンか、どちらを狙おうか。徐々に我々が優勢になってきましたね。しかしまだ油断はできない。いた。さすがにそんなところに隠れてたらバレちゃいますよ。とりあえず一回吊るしておこうかな。おいでローリー。いつも近くに肉かけフックがあっていいわねー。今日はついてる。さーて、次の犠牲者は。この付近の発電機全然修理されてないね。というか発電機残り3個から全く進んでないね。みんな仲間の救出で忙しいのかな。お、ロッカー娘救出されとる。これはチャンス。今行くからねー。あの岩の裏にロッカー娘隠れてる。気づいてないふりをして。てーや。見事にかかりましたな。この人を救出したサバイバーがまだ近くにいるはず。いましたね。それではあの人を狙っていきましょうか。彼女はどこまで逃げることができるのか。急速旋回ですか。やりますねー。さっきのライトマンしかり最近の生存者は当たり前のように急速旋回を使うのね。すごい時代になったもんだ。隠れたつもりでも意外と殺人鬼からは見えているんですね。なかなかいいバランスでゲームを進められてる気がする。これサバイバー全滅できるかな。なんとも言えませんな。あのロッカー娘まだ救出されてなかったんだ。かわいそうに、見捨てられたのかな。発電機の修理が進んでないからねー。ロッカー娘はもう少し乾燥させてから吊るすとして、今救出された方を狙おう。乾燥って、干物でも作る機械。ライトマンか。君にはそろそろ死んでもらおうか。これでダウン取れればこの人終わりね。外したか。普通に折った方がいいかもね。よしよし。
またライト攻撃した。眩しいんだよ、この野郎。攻撃命中したようですね。ライトは道を照らすものであって人の顔を照らすものじゃないぞ君。このゲームではあの使い方で正しいと思います。ちょこまかしおって。さすが全身血まみれ衣装とだけあって一筋縄ではいかないですね。ちゃんと先を読んで行動してるね。我々も見習いたいものですね。上手い人のチェイスは参考になりますな。くぅ。しかし先ほどのようにライトをチカチカさせたり指差しする余裕はなくなってきましたね。ガチで殺しに来てることが分かったのかな。逃げ場も少なくなってきたしね。なかなか粘るなぁ。これは下手したら一気に発電機修理進みそうだね。困ったもんだ。そろそろこの辺の板使えてきたかな。またしても空振ったか。どこ行ったんだろ。いたいた。この建物は、厄介なところに逃げ込まれたなぁ。ここでまた時間を稼がれそうな予感。またんかこらぁ。ようやく板を倒したか。これでこの場所はもう使えないね。次の逃げ場に移動したかな。そのようです。ほんと板から板への移動がうまいわねー。こんなのが4人もいたら商売上がったりだよ。ですねー。そろそろ本格的に逃げ場なくなってきたでしょ。あとはじわじわと追い詰めるだけですか。お迎えに上がりました。最後は自ら切られに来た形で幕を閉じましたね。お疲れ様でした。結構時間稼がれちゃいましたね。だけど上手い相手をやれた時の喜び、なかなかのものです。バイバイ。ということで生存者の残りは3人。そして発電機の残りは1つ。これはちょっと厳しいぞ。急いで残りの生存者を探さねば。ようやく1人見つけた。あの子も確か次吊るせば終わりよね。そうだね。ちゃちゃっと始末しないと残り2人に逃げられちゃう。ゲージがもう少しで溜まりそうだからそれで仕留める。よっしゃー、行きまっせー。ご苦労様でした。いい悲鳴だったよ。褒めるところおかしいでしょ。ではまたどこかでお会いしましょう。ブチッとな。残り二人。かなり厳しいぞ。もう一発電機を修理されてもおかしくない。レベルがマックスのうちに見つけ出したいですね。どこだー、どこにいるんだー。あの奥の発電機が怪しい。やはりそこにいたか。発電機すべて修理されちゃいましたね。全滅は無理だとしてもあと一人くらいはやりたいね。いましたー。見つかった場所が悪かったですなー。逃げ場がないわね。それでは。なにー。どうやらこの人も急速旋回の使い手だったようです。外しすぎー、霊夢相当焦ってるわね。二人じゃ満足できないんだ。もっと、もっと殺したい。ひえ、完全に殺人鬼になりきってる。おら、貴様の墓場はここだー。ついに仕留めましたな。この包丁は魚を捌く以外にも使い道があるんだよ。恐ろしい。ロッカー娘この人のこと助けに来るかな。どうだろうね。とりあえずこの人はまだ死なないから様子を見ることにしよう。ロッカー娘脱出ゲートに向かってたりして。ここの脱出ゲートはまだ開いてないね。そっか、脱出ゲートって二つあるんだっけ。だね。おっかしいな、ここも開いてない。
どこかに隠れてるのかな。あ、さっき吊るした人救出された。ロッカー娘は仲間を見捨てないいいサバイバーだったようですね。さすがヒロイン、さすが我が妹。あ、あのロッカー娘ことローリーってこの殺人鬼の妹なんだ。ですです。なんかすごいわね、ホラーゲームだけどホラー映画を見ているかのようだわ。ロッカー娘は最後までロッカー大好きだった。残念でした。ここまでよく頑張った我が妹、すぐに楽にしてあげる。なんか少しだけかわいそうになってきた。しかしこれが殺人鬼の使命、そして宿命なのである。お疲れ様でした。ってまだ生きてるやん。あ、あの人まだ2回しか釣ってなかったね。まだ助かるチャンスはある。問題はロッカー娘に救出されたあの人が助けに来るか否か。来るかねー。あ、ロッカー娘死んじゃったよ。まだ体力残ってたのに、諦めちゃったのね。こうなるとラスト一人を探すの面倒ね。ハッチ脱出されちゃうかなぁ。あー、最後の一人に逃げられた。まあ三人やれたし満足かな。マイケル先輩って結構面白いキラーだね。個人的に一番好きなキラーだなぁ。さて、ポイントはいかほどに。評価はまずまずですな。ポイントは2万超え、悪くない？我々にしては上出来だと思う。デッドバイデイライト、キラーはキラーでまた違った面白さがあるね。そうだね。ということで今回はここまでかな？結構長くなっちゃいましたな。それではこの辺でお別れしましょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。